い、どうも皆さんはこんばんちはです。パパスです。今日は VCH10W グランドハイエースさんのですね、内張りを剥がしていきたいと思います。お願いします。で、まずドア開けてもらって、うん、はい、まず開けてもらって、はい、まずこのミラーの、はい、こいつね、うん、カバー、うん、カバー、うん、で、ここに差し込みがまず一個あんねんけど、はい、うん、こうポンとパチンと、うん、で上げてもらうだけ、うん、これちょっと割れてるからブチルで止めてんねんけど、はい、で、うん、とりあえず引き抜いてもらって、はい、入れる時も引っ掛けてもらったらいけると思うんだけど、うん、はい、この白いピンに下がかかるんですね、うんうん、で、はい、ここ引っ掛かってるから、うん、こうバチッとしたら多分割れるんかな、うんうん、ちょっとこううまいこと、うん、でこのピンを外してこっちにつけてはめ込んでも OK、 OK、うん、はい、ここは差し込み、はい、うん、バンとね、はい、あとは、はい、プラス、はい、まずこのドアのハンドルの中ですね。インナーハンドルは、はい、このテーパー状のネジがついてるから、うん、これあのこっちとたまに入れ替わって、はい、閉まれへん場合があるから、はい、で、これなんですか、うん、ウィンドウの、はい、こういう感じね、はい、でまずこいつは、うん、前に押した、うん、前側にスライドしたら、うん、抜けるっていうね、はい、でグッと引っ張ってもでこのロコを解除しても、はい、解除した方がええねんね、うん、ここの隙間にこいつが通りにくいから、でこれはちょっとここのピンがもともと割れてるから、うん、番線でちょっとくぐってんねんか、はい、だからこのままちょっとグリグリ外すわ、はい、でこいつは、うん、こっち側から、はい、後ろから両方こう止まってるな、うんうんうん、でこういう感じ、はい、抜けます。最後はここね、だから、うん、抜いていって抜き取る、うん、はい、うん、こういう感じね、うん、あとはウィンドウ、うん、はい、真ん中押す、うん、今ちょっと浅かったけど、これはまあ以前にちょっと部品をみんなに、はい、ちょっと外した。そうです。とりあえずこれで OK。うん、はい。でここだけちょっと、はい、この厚みがあるから、うん、抜けにくいっていうの。うん。うん、であとはまあこのピンが、はい、外してから取ったでしょうか。はい。一箇所は。うん、まあいけたか工具なくてもいけそうな感じ。まあ一箇所はこうピンと、はい、こういう感じで、うん、でここまで外したら、うん、このモール、はい、上のこのゴムのモールを、うんうんうん、こいつが結構、はい、ガラスのこの縁にこれにかかってんのよね、うん、だから取り付ける時もここに先を先に引っ掛けるっていう、はい、ガラスは下げといた方がいい、うん、でここが問題なのが、うん、あんまやったら割れるから、うん、ドアの内張りを、うん、内張りを上げた方がいいかな、うんうんうん、でここは外さんとドアの内張りを上げて、はい、はい、動かして抜いてあげる、うんうん、隙間から、はい、で、うん、ピンはこんな予備ついてる、はい、こんな感じです。さっきこうね、引っ掛け、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、
結構ついてるね、うんうん、でこれが引っかき、まあ、はい、今見たらまあ、うん、一回外してねんけど外す時も、うん、まあそんなに硬くなかったね、うん、あ、そう、うん、でこれでまあ取り外しが OK、 はい、次はだからまたつけていく時の、そうですね、うん、時の動画からいくから、はい、他の作業終わったから、はい、引っ掛けやすいよね、うん、下ろした状態で、はい、これね、うん、ここが練り上げです。別作業してたから、はい、これがウィンドスイッチのポケットが入るよ、ね、まあそれだけのこの強くするための補強のステー、はい、デカプラ、うん、2カ所ですね。で、内張りつけていきます。ちょっともう補修してから、はい、そうですね。外すことできへんから、はい、この内張りを、うん、内張りを動かす。動かして、はい、まあ、先に入れてしまうっていうね。はい。おお、入った入った、うん、これが外れへんように、はい、まずここの、うん、ガラスのところにこの黒いはめ込む、はい、はい、うん、ガサッとね、この時にはいカプラちゃんと気をつけて、うん、で差し込んで、まあ、配線出してもう、はい、でとりあえず、うん、ガスを奥まで入れてもらって、うん、これで入れ方ずれてるから、はい、綺麗、うん、にピンが入っていくんですね。これでちゃんと入ってる。はい、OK です。まずちょっと心配やか、あ、ここ、うん、ここにな、こういうこの中に、うん、がボコって出てる、こういうボコになってる、それが入る穴があるね。先にしとったらよかったな。ああ、これ。ああ、いけた。あ、これか、ここに入るの。そう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 。ああ、はいはいはい。4箇所あるから。うん。で、まあ、こっち側からね。ずらしてやろう。うん、ずらした。こっちから入れて。うん。おお、ほうほうほう。で、こっちはこのテーパーね。はい。テーパーに。こっちと間違えへんようにね。そうそうそう。で、ここで。うん。お、ちゃんと動いてるか確認。うん、動いてます。ウィンドスイッチは、はい、まずカプラーをつける、うん、で、ここを差し込む、はい、前を差し込みながら入れたら、うん、お、チコッと入る。このネジ山が、はい、うん、あ、ほんまや、合うようになる。ここもあんまり締めたら、はい、バカな、はい、こっちはやっぱり初めに、うん、あの引っ掛けたらいいけど、やっぱこいつが入れへんから、うん、引っ掛けん方がいい、うんうん、で、ちょっとこの間までくっついとったけど、はい、夏やったからちょっとベタベタしてて、まあこれちょっと弾力があるやつやから、うん、ちょっと去年ゴム状になるやつなんですよ、うんうん、ちょっとだけつけて、はい、まあ、ブチルと、うん、プラスダブルこれがちょっとつくようね、はい、これちょっと入れにくいな、うん、だからこ の差し込みまず差し込みを先、はい、差し込んで、で差し込みながら
ピンを合わせて入れる、うんねうん、であとはもうこれはもう、はい、一応ブチルで、はい、結構くっついてんねやんか、うんまあ、割れた人はそういう対処応急処置してください、うん、あとはこのオートがはい効くかどうかですね、うん、これ効くんやなほんますごいわ、うん、向こうは音ないかな、うん、運転席だけ、うん、でこれで OK これではいですわ多分電池不足やな、うん、これでしまったああしまったしまったでこれで、うん、テンバルもう一回テンバルこれで閉まる開く、うん、OK はいこれで、まあ、作業終了ねはいはい、今日はこんな感じで、グランドハイエースさんの内張りの外し方をしていきました。で、他の動画でドアロックアクチュエーターの外し方とかやってますので、よかったら皆さんそちらも作業の参考に見てください。お願いします。では、いいねとチャンネル登録お願いします。他の動画も見てね。バイバーイ。